あ、先輩来てくれたんですねわざわざ放課後に呼び出して迷惑でしたよねえ迷惑じゃない <laughs> 先輩は優しいんですねそんな優しいところは私はあいえ何でもありませんただの独り言です あそういえばなんで先輩を呼び出したのか言ってませんでしたねそ,その相談というかお願いなんですけど先輩も知ってる通り私男性恐怖症でどうにか克服しようとしても私無理なんです男の人見ると 心の底から怖くなって逃げ出したくなるんですでも先輩は違います先輩といるとなんだか心が温かくなってずっと一緒にいたいって思うんですだから先輩に手伝ってもらえれば少しは克服できるんじゃないかなって思ったんですだから 手伝ってくれませんか本当ですかあ,ありがとうございますそれじゃあ早速なんですが私の家に来てくださいそうです私の家ですもちろん来てくれますよね <laughs> ありがとうございますそれじゃあついてきてください 着きましたよここが私の家です入ってくださいそれじゃあ早速なんですが後ろ向いて目をつぶってくださいええ私が男性を克服するためには必要なことなんですありがとうございますそれじゃあ少しおとなしくしててくださいね 腕を後ろに回してここをこうしてはいできましたよ先輩 <laughs> そうです先輩の腕縛っちゃいました急なことで驚いちゃいましたよねごめんなさい私先輩に一つ嘘ついちゃいました私 先輩に男性恐怖症を克服したいって言いましたよね。あれ、嘘なんです。正直、男性恐怖症のせいで色々困ることだってありますけど。私は先輩と一緒なら何だっていいんです。先輩以外の男になんて興味ないんです。先輩がたまに見せる可愛い仕草、可愛い声。 そしてその可愛い表情。可愛くて可愛くて、本当に大好き。その照れてる顔も、素敵ですよ。多分私が先輩のこと平気なのも、先輩が可愛くて可愛くて、女の子みたいだからかもしれませんね。んそろそろ縄をほどいてほしい。<laughs> 何を言ってるんですか先輩せっかく先輩のこと捕まえたのにすぐ逃がすわけないじゃないですか安心してください永遠に先輩のことを監禁するわけではありませんよ監禁するといってもたった5年ですそれまでに先輩を私のものにしていっぱいいっぱい可愛がってあげますからね 大好きですよ。私の専門。